ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今月のスマホ関係の大きなトピックとしては、やはり月末に開催されるモバイルワールドコングレスだと思います。この会場にて最新の Xperia や最新の Galaxy シリーズが発表されると言われています。ただ個人的に興味のあるイベントとしては、モバイルワールドコングレスよりもマヤシステムによる新型スマートフォンの発表です。マヤシステムというと聞き慣れない会社だと思うかもしれませんが、ここはフリーテルのスマホ事業を引き継いだ会社になります。つまりマヤシステムから新製品が発表されるということは、フリーテルの新型モデルが登場するということです。約1ヶ月前に、今月フリーテルの新型スマートフォンが発表されるという内容の発表がありました。ただ2月になっても現時点ではまだ発表されていないため、さすがにそろそろ何らかの動きはあるのではないかと思います。フリーテルの新型スマートフォンとして現在噂されているのは、プリオリ5、レイ2、ミヤビ2、これらの3機種です。事前に発表のあった内容としては、2月に2、3機種を発表するとのことでしたので、先ほどご紹介した3つのモデル、すべて発表される可能性もありますし、2つだけが発表される可能性もあります。いずれにしろ、近日中には正式にフリーテルの新型スマートフォン発表されると思いますので、詳細が分かりましたら、また別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。